まだ縛られたままのセンチは充血した目を見張った。血は目の周りの傷からこぼれて、まるで血の涙のようだ。ソフィーまでも、思わずに口と鼻を手で覆って、片手でエリザベスの手をしっかり握った。ミシェルは無意識に視線をフェロンの方に移した。フェロンの目つきから、その驚きが見える。手を握りしめたことにすぐ気づいて、フェロンは両手をポケットに入れて、センチの弱さと平凡を嘆くように、そっとため息をついた。アルベルトはセンチに呪文を唱えさせた。目を閉じて、センチは叫び続けた。見させないで、あの存在たちを見させないでくれ。センチがそうやって抵抗するのを予想したアルベルトは最も簡単で直接な方法で、センチをおとなしくさせた。ああ。センチは無意味に叫んだ。その長い叫びは、その喉が裂けるかと心配する頃に、枯れた。うぶぶあー。読むからやめろー。アルベルトはやっとやめた。センチは途切れ途切れに呪文を唱えた。何度か唱えてから、我慢できずまた叫び始めた。その叫びはまるで、壊れた楽器が出た音のようで、お化けが豪刻する声のようで、非常に聞き苦しい声だ。時間が経つ、彼はだんだん落ち着いて、ぼけた顔でカメラの方を見た。その場にいる全員は気づいた、クライマックスが来ていることを。頭を回して、周りを見たセンチの動きは鈍かった。再びカメラを見るとき、彼はゆっくり、その場にふさわしくない微笑みを見せた。逃げた人は帰ってきた。舞台は完成された。光明の道への鍵を書いているお前らの血が流れるのが見える。お前らが苦しむ姿が見える。その間に、騙し、悲しみ、憎しみが満ちている。その感情と欲望はすべて、極上の娯楽になる。ここでちゃんと、そのパフォーマンスを楽しむよ。その言葉を残して、開幕のために序曲を上げるように、センチは楽しそうに鼻歌をした。何をするべきか、誰でもわからない。他の客は戸惑っている。ソフィーたち3人はアルベルトの方を見た。アルベルトも眉を潜めていて、このケージの裏の意味を考えている。ソフィーたちの仕業なのか、それとも自分の息子の仕業なのか疑っている。はい、次。アルベルトは明かりをつけた。頭の中に疑問だらけだが、やはり礼儀正しく儀式を終わらせて、客を送る。フェルソンのお邸から出る前、ソフィーたちはフェルソンに2階まで連れて行かれたフェロンが見えた。あれは、儀式の、本当の姿。そう。アベルさんは、1年ちょっとあの状態で。重中八苦。そんな、亭主さんから話を聞いたけど。ソフィーはエリザベスに近寄って、抱きしめた。怖かったでしょう。もう考えるのをやめて。エリザベスは頭をソフィーの胸に埋めた。その泣き出してしまいそうな、おろおろ声で出した音節は全部震えている。ソフィー。あの人を助けなきゃ。人をあんなことに合わせるなんて、なんてこと。うん、ひどい、だけではもう、あいつがやっていることが形容できない。フェロンさんはどう思うだろう。アベルさんが、あんな、みっともない姿になったと思うと、フェロンさんの気持ちは、もし、ソフィーがあんな姿になったら、私はきっと、おかしくなる。まだ希望があるよ。うん、わかっている。しっかりするから。でも。うん、わかる。すべてを吐き出すと、すべてがわかると、未知の恐怖は消えるから。しばらくしてから、エリザベスは落ち着いた。フェロンさんからの返事。晩ご飯食べている時送ったメッセージの返事。うん、アベルさんの生活習慣とその本来の計画について聞いた。行こう、ミシェルのとこへ。ちょうど、ミシェルはシャワーを浴びた。三人はミシェルの部屋でフェロンのメッセージを読んだ。今フェロンは暇だから、音量を最大にしたミシェルの携帯でフェロンに電話をかけた。もしもし。もしもし、フェロンさん。僕はミシェルリーフです。アルベルトはさっきまで俺に儀式についての話をしていたから、ついさっきセバーフさんのメッセージを読みました。セバーフさんはメッセージであなたたちのことを紹介してくれました。
そして他のことも聞きました。どんな話でしたか？あの儀式は我が一族のためにお金をたくさん稼いだと、契約書でお金を稼ぐ方法だけを教えてくれました。俺のことを全然信頼していません。それはわかります。ではどんな情報を教えてくれますか？まずアベルは心臓発作で死ぬなんて絶対にありえません。タバコを吸っていませんでしたし、酒も飲んでいませんでした。ガツガツ食べる人でもありませんでした。遺伝子疾患もなく、とても健康でした。わかりました。こっちもそう予想しました。つまりアベルさんの突然死の原因は儀式だと確認できます。そして儀式について俺にはよくわかりません。今夜初めて儀式を傍観しましたから、あの儀式の深刻さを甘く見ていました。俺は最初は毎晩町の人とビジネスの話を深夜までしているのだと思いました。ここに来た人は全員町で商売をしていましたから、この件について聞くとビジネスの話だと答えられるだけですから、わざわざ邪魔しません。儀式が行われているあの期間、俺はいつも自分の部屋にいました。ある日遅くなってから家に帰った俺は、ちょうどアルベルトの客たちを見かけました。あの人たちはなんで儀式を傍観していなかったと俺に聞いてから、アベルのことを話しました。儀式を行うのに作った部屋なんて全く知らなかった俺は少し迷いました。地下1階へ行って探してみると、見たことがないドアを見つけました。あの時の俺は2階の書斎のドアが開けられる鍵を持っていました。やってみても何の損もないと思い、書斎の鍵で開けてみると、なんとドアは開きました。部屋の中に彼を、アベルを見つけました。あの時俺は電話越しに3人にはフェロンの揺れ動く感情が感じられる。未だに信じられません。アベルは俺の家の下でそこまで苦しんでいたのに、俺は何も知らなかったなんて。何も考えられなかった俺は自分の服でアベルの体を覆って、アベルを外まで抱いて運びました。そのままアベルを連れ出しましたか？それ以外何ができるかわからなかったから、アベルは治療を受けなければならない、アベルをあの部屋から連れ出さなければならない、それだけを知ってた。あの時混乱しすぎてアルベルトに発見されたから、アベルを玄関まで送って急いで家に帰ろうと彼に告げることしかできなかった。まだあの時のアベルの顔を覚えています。呆然とした顔だ。アベルは賢い子でした。その目を見るたび、感情と脱足した方にはその目から溢れてくる気がしてた。でもあの時のアベルはもう片目を失い、もう一つの目は赤くなって大きく開けられなかった。俺が大声で逃げろと叫んで、やっと我に返ったアベルは俺の服を着て素足で道に沿ってこの屋敷から必死に逃げました。永遠に忘れられない表情でした。我に返って俺を見るとき、驚きと恐怖に満ちた顔を見せてくれました。静寂に飲み込まれた部屋。フェロンの話を聞いて3人とも声が出せないほど驚いて複雑な気持ちになった。その光景を想像するだけでエリザベスは眉を潜めて口を覆った。そんな。そしてフェルソンさんに追い出されましたか？はい、あいつは俺の書斎の鍵を取って、ここから出ないとこの場で俺を撃つと脅しました。儀式が人を殺すことは知らなくて、俺はアベルはストレスでメンタルが壊れた上、アルベルトからの虐待を受けていたと思いました。できるだけ早く通報すればアベルは安全だと。外の町に着いたら通報しようとしましたが、アルベルトがそこまでするとは思いませんでした。ずっと軟禁生活を送ってきました。誰にも連絡できなくて自由に動けません。アルベルトは大学の人を買収までしました。大学の人もあいつの客ですから、幸いなことに努力した甲斐があって俺の話を信じてくれて手伝ってくれる人を見つけました。仲間がいますか？ええ、いろいろ頑張って見つけた仲間です。彼は今隣の町パロースに待機していつでも手伝えます。知りたいことはまだありまして、計画の話をまた後で。なんでアルベルトを疑っていなかったかですか？はい、それにアベルさんとアリスさんとあなたはよくお互いに連絡するはずです。なんでお二人も疑わなかったんですか？最初アベルと一緒に家で食事をすることが
ありました。アベルも確実に収蔵品の手入れの仕事をしていました。その後アルベルトはアベルを車庫のスタジオで働かせるついでにそこに住ませました。そしてアベルの仕事は忙しいからあまり邪魔しない方がいいとアルベルトが言いました。しばらくしてから自分の部屋でアベルのメモを見つけました。そのメモに町の外にあるアルベルトのスタジオで働くことになってとても忙しくなるだろうと書かれてあった。一番感心するのはアルベルトはある手段でアベルからたまに俺に最近は元気だそのようなことを言うボイスメールを送らせることです。あのボイスメールを保存するべきでした。今それを思い出すとアベルの声はなんだか不自然で草稿を読んでいるだけだった気がします。その不自然さはアベルが疲れたせいだと思い込んだほど俺はバカでした。フェロンさんのせいではありませんよ。そこまでできるとは誰も思いませんでしたから。アリスさんも多分同じ手段に騙されましたよ。だからもうあいつを信じません。あいつだって俺を信じていません。今日ある鍵を渡されました。書斎の鍵に見えますがあいつに信じられていないから本物の鍵を渡されるはずはありません。3人は同時にソフィーの占いを思い出した。儀式を予測するために占いをしましたけど、その結果は鍵、嘘、ピエロと猛獣です。戦地の掲示も考えると、その鍵はおそらく偽物です。フェロンは笑った。やはり、ではどうやって本当の鍵を手に入れるか、ちゃんと考えます。帰ってきたあなたは、もともと何をするつもりですか？アルベルトの犯罪証拠を探して、すべての証拠をアリスに渡したら、アベルを連れ出すつもりでした。盗撮するつもりだったが、今はその CD を全部盗んでしまいたいです。本当にすべての儀式を記録してますか？はい、CD は2階の書斎にある大きな戸棚の中に置いてあります。軟禁状で、パスワードは知りません。今日、あいつは俺に背を向けて、戸棚を開けて、中のものを見せてくれましたが、パスワードだけを知らせません。では今、やるべきことは、フェルソンを止めるのに証拠を探すことと、戦地を助けることです。持っていける証拠は2つ、CD と戦地です。この2つの証拠を手に入れるには、書斎の鍵は一番重要です。そしてパスワードです。あの鍵は熊の頭にあるでしょうか、猛獣って。明日確認してみましょう。鍵が見つけられなければ、基本的に何の証拠もないことになります。パスワードの件は？儀式を利用できますか？あれは軟禁状ですよね。戸棚はどんな材料で作られましたか？鉄製の戸棚です。破壊できませんね。明日はできるだけパスワードを探します。もし順調にいけば、明日の儀式の後、俺は CD を全部袋に詰めて、ガーデンから柵の向こうに投げます。そして戦地を連れて行きます。全部が終わり次第、そちらに連絡します。CD を回収して、あさっての始発に乗ってほしいです。隣の町の俺の友達に合流すればいいです。アリスもあらかじめ町から出る必要があります。この後、友達に連絡するので、後で彼の番号を教えます。あなたは、俺のことを心配しなくてもいいです。たとえ、俺が捕まえられても、必ず CD を持って行ってください。このすべての前提はうまく鍵とパスワードを見つけること。それさえなければ何もかも砂上の楼閣でしかありません。明日のことはうまくいきますように、こっちがアリスさんに隣の町へ行ってくださいと伝えます。切符もこっちが用意します。わかりました。では友達の資料をメッセージで送ります。つかぬことですが、アベルの墓は墓地にありますか？はい、そうです。わかりました。何がしたいのですか？いいえ、別に。あなた自身のことを大事にしてください。フェロンは黙った。あなたはアベルさんの死を望んでいません。同様に、アベルさんはあなたの死を望んでいません。何も言わないフェロン。あなたが死ぬことなんか、きっと嫌ですよ、アベルさんは。エリザベスは躊躇した。どんな風に言えばいいのか、それを考えているとき、フェロンは口を開いた。わかっています。ずっと前から知るべきだったことがたくさんあるとわかっています。
安心してください。いろいろなことを見逃したから、俺は一つずつ保証します。まずは一番大事なことを成し遂げることに集中しましょう。また明日。フェロンは電話を切った。次の日、エリザベスは朝早く電話をかけて、列車の切符を予約してから、アリスに電話をかけて、その計画を彼女に教えた。今日出発できる。理由は隣の町パロースにいる供給者との打ち合わせがあると言えばいい。それは良かったです。そこについて、フェロンさんのお友達に会えたら私たちに教えてくれませんか？はい、そうします。ありがとうございます。こちらこそ、本当にありがとうございます。三人はいつでも出発できるように荷物を片付けた。夕食の時、アリスはパロースについて、ちゃんとフェロンの友達と合流した。フェルソンの王邸へ行く前、ミシェルはもう一度悪魔の身分と呪文を調べてきた。ソフィーは役に立つ情報をもっと得るために占いをしてみた。フェルソンさんは、弱点がないか、魔法で気絶させてもいい。そんな魔法、私もミシェルも知らない。じゃその心を読める。読めない。あいつを見るたび、何も読み出せない。ええ。エリザベスが嘆いているとき、ソフィーはもう一度占いの石とお茶をまいた。時間、闇、刃、勇者。何なのよ？どういうこと？ずっと同じ方法で質問するが、質問の方向は違う。これで情報をもっと知りたい。さっき聞いたのは、今夜、何が出る。一般的に、歯と勇者は傷と戦いを暗示している。時間、わからない。闇は、隠すこと、もしくは、潜んでいるもの。どう考えてもやばいわね。お茶は、お茶が一個の石に集中するほど、この石の予言は重大になる、または、起こりやすくなる。時間、の周りにお茶が多いね。ダメだわ。この方法は抽象的すぎる、一般的すぎる。それに、一つの呪文は様々な意味を持っている。まあいいか、ちゃんと休んで今夜の儀式のために準備しよう。この数日、ちゃんと休めなかったし。じゃあ休みに行って。私はミシェルを探してくる。それならやっぱりやめておく。心当たりがあるが、その考えを証明する術がないから、結局、ミシェルも役に立つ情報が見つけられない。その友人からの情報も来ていない。そろそろ出発する時間だ。三人はフェルソンのお邸へ向かった。雪は昨日から途切れ途切れに降っている。今でも止んでいない。雪が積もった道を歩いて、三人は雪を踏んで、寒い風に吹かれて、フェルソンのお邸に着いた。前から来ている4人の客は、今夜も来た。もう屋敷に着いた彼らは、アルベルトとフェロンと話している。近づいて、その話を少し聞いた後、ミシェルの視線はメインホールにある美術品に惹かれて、それに近寄った。ミシェルの美術品への興味に気づいて、アルベルトは客にその収蔵品を紹介した。これは10年前、市長さんから私に、この町の企業者持続化補助金に寄付したことと、町の経済発展を遂げる大きな力になったことの感謝として、賜った花瓶でございます。骨董品ではございませんが、このモダンスタイルと青とオレンジ色の調和が気に入っております。この熊の頭の標本は友人に作ってもらったものでございます。その歯まで熊から抜いた本物でございます。アルベルトはそうやって紹介しながら客を案内した。ミシェルとソフィーはみんなについている。エリザベスは人の群れの後ろに身を隠して、よくクマの頭を観察したが、見つけたいものが見えない。どこだろうね。アルベルトに気づかれていないうちに、エリザベスはクマの口と顎を触ってみたが、やはり何もない。今すぐ鍵を見つけないと、アルベルトに気づかれてしまう。エリザベスはソフィーを信じる。鍵はクマの頭にある。でもどこに？このクマに深い興味をお持ちになっていらっしゃるようですが、どうか触らないでください。セバーフ様。全員はエリザベスの方向に視線を移した。彼女はもう少し近づけば花がクマの鼻に触れるほど、標本をじっと見ている。
アルベルトにそう言われて、エリザベスはすぐこっちを向いた。えへへ、すみません。とても綺麗な標本で、まるで生きているようですね。つい夢中になりました。安心してください。標本は触っておりません。エリザベスは背筋を伸ばして、自分の無実を証明するために、両手を開いた。アルベルトは笑った。いいえ、大丈夫です。この友人はプロの標本師で、そのお言葉を伺えば、きっと喜ぶと思います。アルベルトは他の収蔵品を紹介し続けた。エリザベスはすぐ前へ行って、ソフィーとミシェルと並んで歩いた。収蔵品をいくつか紹介してから、そろそろ儀式の時間になった。全員視聴覚ホールに入った。フェロンはずっとアルベルトのそばについている。視聴覚ホールの明かりはだんだん暗くなる。エリザベスはソフィーの手を握った。手のひらに何か、まだ熱の残っているものを握らされたことに、ソフィーは気づいた。鍵だ？エリザベスは手を取り戻して、鍵をミシェルに渡して、ちょっとだけ触らせた。そして、二人に囁いた。耳にあるとはね。動きがもう少し遅れれば、フェルソンさんに発見されたでしょう。そう言って、エリザベスは得意に笑った。ソフィーもつられて、つい笑った。手順は前と同じ。センチは昨日と変わらないようだが、もう反抗しない。センチはアルベルトの声を聞いて、おとなしく呪文を唱えた。ソフィーたちも、違う答えを得られるように昨日の質問を考え始めた。センチの声はだんだん小さく、遅くなっていく。その発音も濁っていく。言葉はだんだん遅延吟になり、無意味な叫びになっていく。突然、静かになったセンチはカメラを見つめた。ソフィーたち3人はなんとなく、センチの目つきは違っていると思った。まるで、カメラ越しに、カメラの向こうにいる全員が見えているようだ。淡然とした顔でカメラを見ている。突然、センチは視聴覚ホールの真ん中に立っている人、つまりフェロンとアルベルトを見つめていると、ソフィーたちはそう思うようになった。センチはゆっくり、そう言った。フェロン、僕はあなたを憎んでいないよ。